すらか分かんないかもしれない。はい、アキラです。ここはタイのパタヤビーチです。いかにもね、ビーチリゾートっていう感じで、非常に綺麗なとこなんですけども、今回ね、パタヤで3泊して、まあ、基本的にはバイクに乗る目的で来たんだけども、一応ね、市内も観光というかね、夜の観光をしたんで紹介したいと思います。ホテルパタヤビーチすごいですね。これね、最初廃墟かと思ったけどね、三つ星の高級ホテルなんですね。これ裏のプールはね、すごい綺麗なんだけども、ホテルのね、建物の方はね、こんな感じでかなり老朽化してるんですね。ちなみにエレベーターはないんですね。これホテルから出てすぐね、もうビーチが見えるんで、ロケーション的にはいいんだけども、まあ安いからいいんだけどね、どう見ても廃墟だよね。なんかホテル案内のね、写真にもプールの写真しかないんだよね。プールだけはまあ綺麗にしてるって感じだね。ここを左折してね、歩いていくとかなりにぎやかな繁華街とかね、屋台がいっぱい出てるマーケットとかがあるんで、行ってみたいと思います。なんかもうすっかりあれになってるね。これ歩いていくかな。おちょっとね、行くのは勇気いるね。やめとこう。ちょっとまあ晩ご飯もまだだからね、こっちのフードマーケット、フードコートがみたいのがあって、うわあ、うまそうな。あの飛行機はどっから持ってきたんだか、どうやってね、747だよね、あれ相当放置されてた感じだけど、どうやってここまで運んだのか、途中でぶった切ってまたつなげたのかな。どうしようかな、何にしようか。なんかシフトレストランみたいなのがあったから、あ、これスペアリブだな。ただも放置されてる、なんか廃車みたいな感じになってる。何がいいかね。あれ、ウーカーリングでいいかな。一応なんか飛行場風にはなってんだね。あ、じゃあチェックイン、まあ、ステージがあんま、
まあ、こんな感じですね。まあ、これで飯食っていこうかね。これがね、クーパーポンカリーですね。6終わりの方まで来たんだけど、これねすごいね。なんか店の前に女の子が立っててね、呼び込みしてんだけど、どういうシステムなんだかよく分かんないな。多分飲んでると横に来てね、私も一杯ちょうだいって言って結構高いこと言われるんだと思うんだけど。ここはパタヤビーチですね。ビーチの一番向こうにね、ウォーキングストリートっていうのがあるんだけど、そこまで行ってみたいね。これ今ね、ソンティオに乗って、このビーチの一番端っこの方までね、行こうとしてるんだけど、これ降りるときにね、20バーツ払えばいいみたいなことを聞いたけどね、どういうシステムだか毎日よく分かってないんだけど。ハードロックカフェ、ここね、ビーチ沿いにね、なぜかね、立ってる女の人がね結構いるんだね。所在投げに立ってる人は あいつそういう関係なのかね。ウォーキングストリートって結構有名なところらしいんだけどね。怪しい感じはするけどね。なんだか何の店だか分かんない感じ。これからショーとかやるのかね。まだ時間早いからかね。店が閑散としてるけど、ルームサービス、ルームサービス、はい、こういう感じで夜のパタヤでした。もう少しね、遅い時間の方がゴーゴーバーとかはね、にぎわってるようですね。ということで今回は以上です。